コンペコニャンハロー、okay. お暇な方、コロシアム完成いたしましたので、ルール説明したいので一緒に遊びませんか？じゃあまず今回は参加していただきありがとうございます。ルールを簡単に説明したいなと思います。持ち物は全部なしの状態で、今から15分間時間をあげるので、15分間のうちに手に入れたアイテムのみでバトルすることになります。そしたらもう作業は止めてもらって、もしかしたら作れない人もいるかもしれない、鉄掘ったのに作れてないです、すみませんって人が、まあ、いるかもしれないので、それはそうだ、ね、15分後あとでも大丈夫。とりあえず15分経ったらここに戻ってきて、すいません、まだ装備作れてないのでちょっとだけ作らせてくださいは OK にします、今回は。はーい、はい。それで4人いるから、2-2でじゃんけんグッパーして、分かれた順に戦って最後決勝みたいな感じで、だからグッパーで分かれるので、マイクラのところにペコラがグッとパーで分かれましょうっつったら、おのおの好きなグーかパーどっちかでいきますよ、はい、グッとパーで分かれましょう、はい、パーグーパー。ちょっと待って、平井シンってマジ？やばいってなる。いい曲ですか？じゃあ最初ペコーラとミコ先輩でやるペコだから、観客のノエルとスバル先輩こっち一回来てもらっていいペコですか？あ、そのチームじゃなくて敵か。あ、そうそう、敵なんだこれ。よろしくお願いします。すげー、頑張るぞ。うわー、ドキドキすんな。15分で何を手にしたのか、確かにこれ何が出てくるかも気になるな。あ、ねえ。じゃあいつでもゴングお願いしてもいいですか、2人とも。いくぞー。あ、ちょっと待って、あ、まあ、いいか、 OK です。大丈夫、よーい、始めー。いくぞ。